はい、どうも、ムックミユです、えー。皆さん、お久しぶりでございます。<laughs> 最近全くあの動画更新とか、えー、っと配信を <laughs> していないので、t、え、w、ーまあ、ツイッター見てる人はね、あの事情を <laughs> してると思いますがあの、ちょっと久しぶりに動画を投稿しようと思います。 ちょっとねあの音信音信 <laughs> なんか音信普通すぎたんでちょっと動画で、えー、私は生きてますっていう <laughs> 動画を撮りたいと思いますあの本当にえっとツイッターでねちょいちょいあの今こういう状態で、えー、ちょっと動画があげられないんで待っててくださいみたいな 言ったらあの結構あのー、皆さんいいねしてくださったりねあの待って <laughs> 温かいすごいすごく温かい目でね待ってくれてる方がたくさんいらっしゃってすごいあのー、本当にありがたいです <laughs> ちょっとね焦るっていうか焦らされちゃうとあやらなきゃやらなきゃってどんどんなって でできなくなくっちゃうんですけど逆に <laughs> 逆にできなくなっちゃうんですけどあのみんなね「あのいやもうゆっくりでいいんであのずっと待ってます」みたいな言ってくれて本当に、えー、あのもうみんなからあったかい嬉しい言葉をもらえてもう私はすごくもうそれだけでもうすごく元気が <laughs> もらえてます本当にありがとうございます。 でちょっと今回ね、あのー、実写動画なんですけど、まあ、ちょっと前々から、まあ、多分ね、このボディはあの結構私、実は動画に出していて、<laughs> 結構ではないか <laughs>。昔だったあのハウステンボスで、えっと、ハウステンボスのホテルであのチョコレートルームっていうのが。 一部屋だけあって、でそこで、あのー、泊まれることになったんで、せっかくだから動画を撮ろうと思って、あの、ニンテンドーダイレクト。まあ、あの、ゲーム好きな皆さんなら多分見てると思うんですけど、ニンテンドーダイレクト風で、あの、チョコレートルームを <laughs> あの、撮ったんですよ。で、私、あのー、その時、頭に、あのー、 ノーモア映画泥棒の,あの、ビデオカメラの被り物して <laughs>、えー、今回はハウステイムズの、えー、とチョコレートルームを、えー、お届けいたしますみたいな感じで <laughs> 動画を撮ってて。いやもしかしたらねそれもあの、消したかもしれないけど、ちょっと全然覚えてないんで、どっか埋もれてるかもしれないんで。 まあ、あのー、見たことある人いると思いますけど、まあ、ない人は、まあ、さ探してみてください。<laughs> わかんないなも。もうないかもしんない <laughs>。まあ、あのー、普段、普段というか、まあ、基本顔出ししてないんですけど、ちょっとね、あのー、結構イベ、ゲームのイベント行くこと多いんで、あのー、顔,顔見せちゃうと、すぐバレちゃうんで <laughs>。 会場結構狭いんでね、あそこ。<laughs> あそこ、どこだっていう <laughs>、まあ。大体、ンハンのイベントですけど。あのー、まあ、そうね、結構、えっと、すっぴんで <laughs>、すっぴんで、変な格好して歩いてるんで、ちょっと恥ずかしいなと思って <laughs>。ボディだったら、あのー、同じボディを持ってる。同じボディ同じような、えー、性格好の人いっぱいいると思うんで。 多分わかんんないと思うんです <laughs> あこ,ここにほくろあるのはミユさんですかみたいな言われたらすごいびっくりする <laughs> えちなみにねこの着てるやつもね部屋着なんで多分外にあんまり着てがないやつ <laughs> 今日はジンヨウガ <laughs> ジンヨウガの T シャツ T シャツですねはい ちょっと日本画風のね <laughs>。はい。えっ、ー、と、まあちょっとね、えっ、ー、と、今後は、まあこういった、ま実、あ、写、実写動画というか、あまあ、ボディーだけですけど <laughs>、ボディーの実写動画とか、あのー、ちょっと、知り合いが猫飼ってて <laughs>、たまに遊びに行くんで、まあ、猫の動画撮ってもいいのかなっていう <laughs>。 <laughs> ちゃんと許可もらってから <laughs> めちゃめちゃ可愛かったんですよあの2匹いてオスとメスなんですけどもしかしたらねメスはあのー、あそのうちなんかお引っ越しするかもしれないけど、まあ、基本なんかオスメスで2匹いるみたいなんでめちゃめちゃ可愛かったですすんごい人懐っこくて。 <laughs> あのメスの方が多分女同士気があってあのすごい懐いてきてくれてあの頭をボーってなんかね猫の,あの甘える <laughs> 甘える動きとかしてくれてえー、とめちゃめちゃ甘えてきてくれたんですけど甘がみがすごくていや最初可愛いなと思って甘がみさせてたんですけどだんだんちょっとエスカレートしちゃって <laughs> ちょっとあの何て言うんですかね牙の。 あとがすごくて内出血っぽくなったんで、あの <laughs>、そうそうやめてって <laughs>。ちょっと痛かったです。あれ、あんまり良くないらしいですね、なんかやると。あの、あ、これ噛んでいいんだって思っちゃうらしくてね、猫が <laughs>。あの 甘がみしてきたとき、ちょっと痛いなーって思ったらあのおも、おもちゃとそっとこうす,すり替えて甘がみしてもらうとかした方がいいって、後でネットで調べて知りました。<laughs> あ猫の話はい <laughs> いや。<laughs> はい。というわけで、まあちょっと、あまあ実写動画を増やしていきたいなと思っています。はい。まあ、ちょっとあの、ツイッター見てる人は、えっ、ー、と、 まあ、大体のざっくりな、えー、事情とかしてると思うんですけどまあツイッター見てない人とかねいると思うんであ急にこの人全く更新しなくなったなみたいな <laughs> はいあの、まあ、6月末ぐらいからですねちょっとあの体調を崩してしまってまあ今10月なんでまあい まあ4ヶ月目ぐらいですけどちょっといろんなことをお休みさせてもらっている期間になっていてでまあまあなんかざっくり言うと、まあ、ちょっと精神的なあの病気なんですけど、まあ、うつ病みたいな感じの <laughs> 病気になってしまって。 でちょっとずっととず休んでいてで今もまだね、あのー、完全に完治はちょっとしていなくて <laughs> あのー、なんかね、えー、と日によるという,いうかあの結構、あのー、いい日と悪い日があってあの悪い日は本当に、あのー、体調が良 <laughs>、あのー、くなくてもう何にもあまりできないみたいな。 なな感じなんですけどまあ今日とか結構調子がいい日なんで、あのー、あ今だと思って <laughs> ちょっと動画を撮ってます。はい、でまあそれでちょっと休ませてもらってるのでまあ絶賛ちょっと療養中になってるので今回ちょっと一回、あのー、皆さんにあの直接お礼が言いたくて動画を あげるんですけど、あの次の動画はちょっとまだあの未定になってます。ちょっとねまだあの先のこととかもう決まってない状態なので、あの更新頻度がどれぐらいになるかとか、まあ、どんな感じでえー、っとまあ更新をしねえー、っと進めていくのかっていうのがちょっと決まらなくって。 まあそうですねあとまあ12ヶ月後ぐらいには多分どうなるか決まるとは思うんでまあその時にまたねあのちゃんとやりたいなと <laughs> 思ってます、まあ、その前にあの治る可能性もあるので、まあ、み皆さんのおかげで結構あの まあ私としてはちょっとなんかね結構くじけそうな <laughs> あこれ本当にいつ治るんだろうみたいな感じの状態だったんですけどあのちょっと周りの、まあ、サポートとかあの温かい、えー、と言葉とかがあってまあ,あのいい方向には <laughs> なっていってるので、うんまあ、その地域とねあとも元の。 状態に戻るだろうとは思いますはいでじゃ全然関係ないんですけどあのこう実写で撮るとねあの髪型とか見えるじゃないですかなのでちょっと話をさせていただきたいんですけどえっとね私結構ね、えー、ロングヘアが多いんですよ <laughs> ロングヘアとかセミロングぐらいが多くってでえっ、ー、とこの あのまあ、お休み入るって時にも結構伸びてたんですけどあの美容院行けなくなっちゃったんですよねあの外に出れなくて <laughs> それであのずっと伸ばしっぱなしみたいなほ,ほっといてたら結構わーって伸び,伸びちゃってでそ,その時ね、えっと、パーマかけてたんですよあの下の方だけ <laughs> 本当は最初あのちょっとボブっぽく見せるけど 実は髪の毛長いみたいな髪型であのここら辺だけちょっとパーマがかかってふわってなったボ,ボブちょっと長めのボブみたいな感じの髪型にしててそれが伸びてきて、まあ、上の方ストレートかけてたんでストレートしたパーマーみたいな感じの髪型でねそれをもうほったらかしにしてるもうねパーマーも結構えー、っとまあ負けば 作れるんですけど <laughs> もう全然そんなんやらなくてもう伸ばしっぱなしでもうう,うにゃうにゃみたいな <laughs> 感じのひどい髪型の時にあちょっと Twitter 見てる人は知ってると思うんですけどあの、まあ、ちょうど、まあ、お,やお休みの期間もあったしあのちょっとそのコロナのワクチンを打つお誘いが来てたんです。であの まあち,ょちょうどいい,いいというか、まあ早めにあれ、なんかね、全然予約取れなかったんで、あの、たまたますぐ受けられますよみたいなのがあったんで、それで、あの、受けに行ったんですけど <laughs>、2回目のワクチン打った後に、あの、頭、勝ち割り事件が <laughs> ありまして <laughs>、ちょっとね、今にし,して思うとすごい笑い話なんですけど <laughs>、 あの当,当時、当日はねめちゃ、めちゃくちゃパニックだったんです。めちゃくちゃだね。みんな当時者はみんなパニックみたいな <laughs> 感じだったんですけど、まあ、それがあってちょっと頭に怪我したんですよ。ちょっとね、この話は、細かい話をまたあの動画でね、別で撮りたいなと思うんですけども、まあ、ちょっとワコロナワクチン2回目って、あの、副作用で、 ちょっと具合悪くなってでその時にあのまあ倒れて頭ぶつけて血が出たっていう <laughs> でまあ頭に怪我したんでえっ、ー、と最初ねその髪の毛が長すぎたんであのシャンプーが頭洗うのすごい大変だったんですよ洗わなきゃいいじゃんって思うんですけどちょっと不清潔にしてると傷口があの可能しちゃうんで可能というかなんか。 ちょっとよくないんで、あの、ちゃんとお風呂入ってくださいって言われて <laughs>、で、ドライヤーがね、結構、あ女性の方はわかるかもしれないんですけど、ドライヤー、髪、私、量も多くて長いんで、めちゃくちゃ時間かかるんですよ、ドライヤーで乾かすの。で、タオルでね、こう、ゴしごしもできなかったんで <laughs>、痛いから <laughs>。で、ドライヤーが長いと、また、結構さ、ドライヤーって、あの、ずっと当ててると、あの、顔が、 ほてってきてっきちょっとしたやけど状態みたいなあの暑いなみたいななるじゃないですかあれがね傷口にあるとねちょっとヒリヒリしてでそれがすごい嫌で髪切りました <laughs> っていう話 <laughs> いやすっごい久しぶりなんですよここまで切るのは <laughs> あのちょっとね伸びてきちゃったんであれなんですけど最初もうちょっと あ顎の下ここ,ここら辺ぐらいねあの <laughs> なんかその結構ね休みの期間中に、えっと、ドラマとかも見ることがあってあドクター X 結構見てたんですよあの <laughs> えっと米倉涼子さんが <laughs> 米倉涼子さんが大体これぐらいなんですよ髪の長さ だから米倉涼子さんみたいな髪型にしたいなと思ってちょっと美容室に <laughs> ちょっとあの気分がね良くなってきた時だったんであのまあ外出れぬなと思って美容室に行ってあもうバッサリ切ってくださいって言ってもうバッサリ <laughs> そしたらもうドライヤーの時間がねなんか今まで結構ちゃんと顔ちゃんと 乾かすってなるとあのー、どれぐらいかかってたのかななんか2 3 0分は絶対やってたんですけど今ね5分とかかかっても10分 <laughs> かかっても10分10分もかかんないな5分ぐらいで終わっちゃうんでやっぱ髪切って量減らしてもらってすごいよかったなっていうはい全然関係ない <laughs> 関係ない話しちゃいましたけど。 今、まあそんな感じで今、えー、すっきりしてます <laughs>。全然関係ない <laughs>。これまた、流血事件しゃべるとき喋れそうだけどね、もう今、一回言っときたかった <laughs>。せっかく、実写撮るからと思って <laughs>、はい。で、えー、っとね、最近の様子というか、まあ今、 どんな感じなのかっていうのはまあ最初の方にも言ったんですけど、まあ、結構回復結構にはなってるけど完治はしていなくって、えー、っと結構ねあのー、うんなんか薬があって、まあ、それで症状が抑えられてる部分もあるしまあ薬、まあ、あんまり飲みすぎても。 ダメなんで、一、まあ、日これねって分量決まってるって。まあなんか切れてるか、まあ調子悪い時とかは、まあ結構症状が出てしまうので、あの、ななんですかね、まあ、あの急に泣いちゃったりするんですよね。あの、なんか昔のことを思い出してとか、まあ現状の自分に対してとか、 あのまあ、結構ネガティブに考えてしまうんで,でそれで、まあ、急に泣き出したり、まあ、逆にあの、まあ、感情が高ぶってイライラしすぎちゃったりとかして、まあ、暴れるまではいかないですけど <laughs> まあそういう時に抑える薬もあるんで、まあまりに感情が高ぶった時はなんか薬飲んで抑えるみたいな感じで。 でうん、なんかねその泣く地雷が <laughs> ちょっと分からなくってもう全然普通にこうやって話してって話しながらこうだんだんわーって泣いちゃったりとかするんでだからちょっと配信生配信とかも <laughs> あのちょっと控えてたというかもうちょっと落ち着いてからにしようみたいな <laughs>。 で結構ね、あのー、昔の、あのー、出来事その、まあ、きっかけになった出来事とか昔苦しいなって思ってたことはあのなんかフラッシュバックで <laughs> 急にバって出たりとかもするんでまずい時は、まあ、気が済むまで泣くと結構落ち着いたりとか、まあ、あんまり落ち着かない時はやっぱ薬を飲んだりとか。 ねうん、あもしかしたらあの、まあ、同じような病気になったことがある人とか、ね、今なってる人いるかもしれないですけど結構あの精神的なやつって、まあ、人によってちょっと症状が、ね、同じ病気に違ったりするので、まあ、私の場合はそういう感じですね。であのなんか 気持ち悪いとか、まあ、そういった体的な症状でいうと、まあ、頭痛とか、倦怠感とかが強くてで、特に寝起きが一番あんまり調子よくないくて、あの、なんかね、すっごい息苦しいんですよ。で、毎晩のように、あの、<laughs> あの怖い夢というか、まあ、自分が嫌だった、 感情あの、まあ、例えば、えー、と劣等感感をよく感じてたんですよ、ね、なんかあの他の人できて自分できてないみたいな劣等感を感じさせるような夢をあの結構毎晩見てたりとかして何回も目が覚めるので、まあ、すぐ寝れはするんですけどまずその夢の続きを見たりとかでなんか起きた時にすっごい息苦しくてなんか動機が。 激ししかかったりとかしてまあでもそういうのはあの、まあ、薬飲んだりとかまあえー、と外に出て、えー、とちょっとねストレッチというか運動したり、まあ、外の空気吸うと、まあ、結構良くなるんですけどまあそういう症状が続いてまあ えっとあんまりまあでも今は全然ねあの休めてるし、まあ、その対処法というかもう分かってるので、まあ、こういうことが起きたらこうしようみたいな感じで、まあ、対処はできてますがあのー、まあまだ <laughs> まあそういう状態が。 続いているので。あの。まあ、完全に治った後は、ちょっと言い切れない感じですね。はい。ちょっとね、結構ね。あい、いい感じに治ってんなと思ったら、なんか悪化したりとか。<laughs> あるね、<laughs> 本当に。わかんないんですよ、これ。<laughs> まあ、あの、病院に行って、あの、いつもね、同じ先生。なんか。まあ、カウンセリングというか、あの。こう話を。 まあえっ、ー、とまあ一人で解決しようとはしていないのでまあ、あのー、大丈夫かなと思いますいろいろねアドバイス聞いて両用、まあ、に励んでいこうかなって <laughs>、はい、で最近の生活なんですけど、あのー、かなりねかなり私あの 規則正しい生活してるんですよあの健康的な <laughs> いやあの最初の方に言われたのがなんかあのこう気分転換したりとか、まあ、外に散歩に行ったりとか運動とか,なんかそういうのがいいよ、まあ、なんかネットとかで調べてもそういうのがいいみたいなのはあって本当にもうやる気がな,かなくても何に対しても。 もう着替えるのすらめんどくさいみたいな歯磨きも嫌だしお風呂ももう全部やりたくないみたいな感じで何にもできなくて外もあの行きたくなくてもう本当にちょっと最初の方はほとんど寝てたりとかあの窓の外の中見てたりとか。 してたんですなんかやりたいっていうのは思うんですけどあこれやりたいなと思ってじゃあやろっかなって思うとなんか急に面倒くさくなってあ,あいっかみたいなであの食欲とかもう食べることもあんまり興味がなくなってしまってあお腹は空いてるんですけど食欲がないというかなんか食べたくない感じだったんで。 でまあ、結構最初の方に、まあ、いずれは普通の生活に戻ると思ってたのでああまあこのままだと、ね、もし病気が治ったとしても生活リズムがおかしくなるんじゃないかと思って、まあ、結構最初の頃からあの、まあ、夜はちゃんと寝て。 で朝はちゃんと起きるみたいなのだけはちょっと気をつけたりとか、まあ、一緒に住んでる人もいるんで、まあ、サポートしてもらってましたね最初の頃はで、えー、っとだんだんこうやれることが増えてったんで一日こうねやることが毎日決まってるんですよ私であの前の日の夜に <laughs> こうやって帰ってんですよあの <laughs> 今日ちょっと動画って入ってるけど <laughs> ちょっと字汚いんですけどあのこうやって毎日やることを書いていや別に書かなくてもいいんですけどあのなんかね考えちゃうんですよね次何やろうかあれやろうこれやろうって考えすぎちゃう時があるんでまあなんかこうやって書いておくとあ,あ次これやればいいんだみたいな感じで。 まあ、結構体が動きやすい <laughs> なので結構書いてて <laughs> でそれを <laughs> それは私ずっとねこうやってノートにノートに貼ってねあの取っといてるんですけどあー頑張ったなみたいな <laughs> ただの自己満ですけどね <laughs> で、まあ、大体 あのルーティーンというか毎日絶対やるっていうのが決まってて朝起きたら絶対朝ストレッチするんですベランダで <laughs> ベランダなんでもうあのマスクとかもしてないんですけどでいつもね朝4時に起きてるんですよ最近は朝4時に起きて朝ストレッチをしてで朝の体調のチェックするんですねあの体温とか。 あのなんか血圧とか <laughs> いろいろなんか測れるのがあるんで,でそれでチェックしてで毎朝あのウォーキング行ってんですよ <laughs> なんかツイッターでウォーキングはいいぞって言われたのもあったんで <laughs> ちょっとウォーキング行っててでなんで朝かっていうとあのなんか日が出てくると 日日に焼焼けけけちゃゃゃうかからら止め塗なななきゃいいいじゃないですかあのベタベタ感がちょっと嫌ででやり始めたのがまだ暑い時期だったんですよね夏とかそんぐらいだったんであの昼だとねめちゃくちゃ暑いんですよだから朝にしててで朝だったの交通量も少ないしあの、まあ、人も結構少ないんであそれで朝 <laughs> 毎日。 毎日やるつもりなかったんですけど、だんだんこうね、あのー、楽しくなってきて、ちょっと今はね、結構毎日やってたん、やってます。ただね、あのー、なんかその、楽しかったのがだんだんちょっと義務になってきちゃって <laughs>、ちょっとそれは頑張りすぎだって先生に言われちゃったんで、あのー、最近は、 毎日じゃなくてなんか疲れたら、じゃあ今日はお休みの日にしようみたいな感じで、あの、やらなかったりするんですけど、まあ、できるときはほぼやってますね。やって。で、あとね、えっ、ー、と、リングフィットアドベンチャーを親に買ったんですよ。<laughs> なんか、あの、うちの母親が、ウィーフィットが <laughs>、 ウィーフィットが大好きで、いまだにウィーフィットを使ってたんで、いや最近もスイッチだろうと思って、あーリーフフィットアドベンチャーを買ってあげたんですけど、まあ,あの自分のためでもあったんで、えっ、ー、と、まあ自分でもそれ使って、外でもできるし、外行きたくないなみたいな時は、なんか家でもできるように。 最近はあのウォーキングとあのどっちもやってますけどリングフィットアドベンチャー大体、まあ、ヨガヨガのやつあのアドベンチャーやってないんですよあのストーリーモードみたいなやってなくてあのリストを作って、まあ、それ1回やるぐらいなんですけど毎日 <laughs> 多分ね私がログインスイッチログインしてるのねほぼそれなんですよね <laughs> リングフィットアドベンチャーしてるからちょっとログイン してました <laughs> それ以外はねえー、っと多分 PS5 とかスイッチはあのずっとログインしてないんで <laughs> ほぼ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 ゲームやってないですほぼほぼってか全然やってないですねうんちょっとねまだそこのやる気が戻ってなくってあのだからすっごいやりたいんですよすっごいやりたいんですけど なかなかちょっとまだ手を出せずにいる感じですね。ちょっとあの原因とかはね、自分でもちょっとわからないけど、あの、まあ、普通の状態のときによくやってたやつを今結構できないでいる状態です、なぜかそれ以外の、今までやってなかったやつ、運動とかそうですけど、はなぜか <laughs>。 やっているという <laughs> はい <laughs> まあねゲームもね全然できないわけじゃないんですよあのなんか誰かに誘われたりとか一緒にやるのはできるんですよねなんか一緒にこれやろうぜみたいな感じでできるんでただあの一人でこうやろうみたいなのがちょっとまだできてないのとまあ実 業とかかも、まあ、そういういい理由でやってないかなパソコン自体をねつけるのがなんかおっくおっくというかねもう押す,すだけなんだっけど、ね、<laughs> になっちゃって、まあ、ちょっとそこはまだ原因不明ですけどまあなんかあのー、まあ感知してないっていうのもあるしまあいずれはできるだろうと思ってますあの なんか結構最近、そのまあ、誰かと一緒とかですけど、まあ、ゲームやる機会とかも増えたんで、まあ、いあの普通に戻るんじゃないかなって思ってます。あの多分早いうちに。<laughs> ちょっとねあの、なんかこう、断言ができないんであれなんですけど。<laughs> あーまあそうなんだろうなっていうふうに軽く受け止めてくれればいいかな。まああの、モンハンのね、サンブレイクが来年の夏なんで <laughs>、来年の夏までには、えー、直しておきたい。<laughs> で、確か今月末に、あの、ライズの方の最後のアップで最後じゃないけど、なんか最初、1、2、3、4、5段ぐらいアップレーがあって、5段目のアップデーが今月末だっけ <laughs> <laughs> ちょっとね情報もあんまり取ってないんで疎いんですけどなんか、まあ、それきっかけでやるのもいいかなと思って <laughs> そうねなんかみんながライザーきた頃に私がまたライズをやりだすっていう <laughs> 多分もうねハンターランク抜かされてるかみんながもうやってなくて止まってるか <laughs>。 結局、ストーリーズ2がね、できなかったのが、ちょっと惜しい、惜しいというか、結構買ってたんですよ。ちゃんと買って、あの、こうね、アミーボとかもね、買ってたんで、買って楽しみにしてた <laughs> してたけど、あの、ちょっと、発売時期にはできなかったって。<laughs> まあ、この後やろうと思えばできるけどもともとあれあの動画にするつもりはなかったんで、まあ、今回のはい、e、いっぽいんですけど1の時はねなんかダメだったから、まあ、しない予定だったんであれなんですけど、まあ、いつでもやればいいかっていう <laughs> あとレジェンド・オブ・マナと「ヒとまっす買うだけ買って <laughs> 棚に入ってる。<laughs> まあ、そういうの多いですけどね、ふあの前から <laughs>、まあ。そんな感じです。はい、最近の、最近は、まあ、朝4時に起きて、12時にお昼食べて、<laughs> 夕飯が18時。で寝るのは、えーっとね、8時、9時ぐらい。<laughs> めちゃめちゃ、ね、健康的な生活してますよね。<laughs> おかげでなんかあの多分ね体的にはすごい健康なんですよ私 <laughs> 体的には <laughs> なんか食欲食欲がねあの細い時のままというか、まあ、今は結構食欲は出てると思うんですけど多分胃がすごいね <laughs> あのちっちゃくなっち,ちゃってあのー、食欲は出てるけど前ぐらいしか食べれないみたい <laughs> 前食欲不振だった時の頃ぐらいしか食べれない感じなんでめちゃくちゃご飯は少ない少ないです毎日毎日しかもね食べるメニューが決まってて朝はチーズトーストなんですよ あのウォーキングして帰った後で食べるんですけどあの運動した後のチーズっていいらしいですよ。<laughs> 脂肪燃焼に <laughs>。朝はだからチーズ <laughs> なんかね食欲細い時にあの1回の食事であの栄養を取らなきゃと思って。 なんか栄養のある食材調べた時にチーズって入ってたんですよ。チーズ。だから、あ、チーズやっぱいいんだって、その後なんかテレビでも、なんか、チーズはすごい健康にいいみたいな。脂肪燃焼とかもあるし、なんか、筋肉をね、つけたりとか <laughs> その効果だったかな <laughs>、まあ。とにかく、健康にいいみたいな。<laughs> 健康にいいしか覚えてない <laughs>。なので、あんまり私チーズ好きじゃないんですよね、固形のやつ。 そのまま食べれないんで、あ,あの、パンに乗せて、チーズだけ乗せて焼いて、食べて、で、あと、ヨーグルトとか乳製品、牛乳とかですね、を、まあ一緒に摂取したりします、摂取。<laughs> 朝は。で、お昼は、卵かけご飯。卵かけご飯と、あの、なんか、小鉢に、 野菜 <laughs> ほうれん草とかなんかそこら辺野菜とかあのコの,の炒め物とかもうんそこら辺とあと納豆 <laughs> たまにたまにっていうかあの納豆と卵かけご飯だけの時も多いですけどまあそれを食べるようにしてますで夕飯はえー、っと ご飯は食べないんですよね。米は食べずに。豆腐を食べてて、冷ややっこで。豆腐とお味噌汁か、なんか野菜とか魚のおかずがあれば、なんかそれをもらったり。<laughs> なんで、えー、っと、外せないのがチーズと乳製品、牛乳とかヨーグルト。で、あと野菜、 きの類はえー、っと外せないなうんで、えー、っと魚はね料理が調理が大変なんで魚はまあたまにでも魚も食べてたりであと豆腐か豆腐、うん、は外せない <laughs>、まあ、タンパク質とかねお肉とかでも取れますけど お肉があんまり好きじゃないんで、お魚が多いです。缶詰のね、魚の時とかもある。<laughs> 魚なら何でもいいよみたいな。<laughs> ちょっと、まあそんな感じで過ごしてるんで、まあ,ある意味健康的な生活と、ちょっとダイエットみたいな感じになってます。<laughs> なんであ、結構体重落ちました。<laughs> この、療養生活で。 普通なんかね、こう、こもり生活すると太ったりするんですけど、私結構逆にこもり生活するとや痩せていくんで <laughs>、あの、まあ今多分ね、普通ぐらいだと思うんですよ、体型が。あの普段は、あの、ちょっとぽっちゃりな感じです。なので、このボディを写しても、あの、なん、 何ヶ月後かに見た私のボディはまた変わってるかもしれない <laughs> 結構甘いものとか好きなんで,で、結構太りやすい体質なんで、あの、ぽっちゃりが普通かな、みたいな <laughs>。わかんない。これを現状維持するかもしれないけど <laughs>。なので、 なんか毎朝、朝と夜に体,体調のチェックしてて、あの体重とかもちゃんと測ってて、あまりにも減りすぎた場合は、なんか、あの、ご褒美におやつを買ったのかな。<laughs> 甘いもの <laughs>。甘いもの食べたり、ちょっとご飯増やしたり、いろいろ調整して。 なんかね、生活リズムを狂わせるのは一番良くないかなって思ってるので、まあそんな感じで療養してます。ちょっと長くなってしまった感あるな。<laughs> まあまた次の動画がいつになるか分からないんで、まあ、今回はちょっと長めに <laughs>、あのー、いろいろためてたものを、ばあもう本当は小分けにしてもいいぐらいだけど、ばあっと。 言ってしまいましたはいでまたなんかあのー、こういう動画とかまあ今までのあのゲームもそうですけどゲーム動画とかもやっていく予定なので生温かい目で <laughs> 待っててくれると嬉しいなって感じですね。はい いやまた戻ると言ってもまた不定期に戻るかもしれないけどね。<laughs> 不定期更新みたいな。まあでもやっぱりゲームは好きだしあの、こういう動画を撮ったりするのも好きなので、好きなことはやりたい。<laughs> それに限る。<laughs> はい、多分編集とかほぼせずに。 うん、そのままあげると思うので、はい、今回は <laughs>、こんな感じで終わろうと思います。はい。こういう感じでなんかね、雑談配信とかもね、できたらいいね。うん。<laughs> はい。あ、実は、実はでもない。マスク。マスクもオンハンなんで、これね、カプコンの、い、e、いカプコンで買いました。これ売ってんのかな、まだ。<laughs> 多分 こっちはもう売ってないかもしれない。結構前に買ったわ、これ。<laughs> ライズ出る前ぐらいか。こっちまたライズだから。売ってるかも。売ってないかも。<laughs> はい。<laughs> そんな感じで終わろうと思います。ちょっとグダグダになりましたけど。えー、っと、本当にあの、待っていてくれる方には、すごい、 すご,いすごくありがたいと思っていてもう本当にねあのツイッターとかで言ってくれる言葉とかあの身にしみて <laughs> いるので,でここまであの回復してこれたのもあの皆さんのおかげだと思うのでまたよろしくお願いします <laughs>。はい <laughs> こんな感じで今回は終わります。はい、じゃあまた、えー、次の動画いつになるかわからないですけど次の動画でお会いしましょう。ではでは、さよなら がたくさんあるよ聞いてほしいな些細なことも口だって冗談だって泣き言だって君には全部知ってほしい話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら無理して言う必要もないけどいつでも受け止めるからさ一人で戦う姿 「特別な蹴りを払うけど」